これをするだけでもう速攻で巻き肩を改善させることができます。小川慎弘です。はい、今回の動画はですね、巻き肩を速攻で直す方法をあなたにお伝えしていきます。で、なぜ巻き肩になるかって言ったらですね、もう日常生活で手を前で使う時に必ず手をねじらないと使えないんですね。なのでもう致し方ないんですよ。ですので手をねじって使うと巻き肩になる。で、これをね、気づかずにずっとずっとほったらかしにすると、どん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 症状が悪化して肩こりや首こりとかもひどくなっちゃうし、で、気づいた時にはもうなかなか治りにくい状態になってしまうんですね。ですので大事なのは、巻き肩を直すことよりも巻き肩にしたことを常日頃から意識してリセットすることが大事なんですね。でも今回の動画を見てね、あなたはきっと多分猫背がひどくて巻き肩きつくて悩んでる方も多いと思いますので、今回4つねミッション用意しますので、それで劇的に変えていく方法をお伝えしていきます。ではね、早速やっていきましょう。で、今回ミッションはね4つです。で、まずはですね、この4つをですね、やっていく上で大事なことは、やっていく順番なんですよね。猫背とか巻き肩ひどくて肩が凝ったりする方も多いと思うんですけども、しんどいところにすぐに手がいって、あー、しんどいから肩揉んだりとかっていうのもあると思うんですけども、もうこの体のバランスで言ったらですね、前側、こう腹筋側と背中の背筋側で言ったら、もう圧倒的に前の方が強いんですよ。ですのでしんどいからといって後ろだけをやってしまったら、後ろが緩むと余計前に引っ張られて、なかなかねそれが治りにくくなっちゃうんですね。ですので今回は前側から緩めていきます。で、まずミッション1つ目はですね、この胸の大胸筋っていう筋肉ですね。この胸筋、一番大きい筋肉です。で、これはですね、必ず手を前で使う時に緊張するし、こう運動とかもそうでしょう、また荷物持ったりする時も緊張するので必ず緩めなきゃいけないんですけども、マッサージというよりもですね、ここ手を横に上げてもらって、脇の下から大胸筋のね大きな筋肉をつまえます。で、このまま手を大きく左右に振っていきます。そうすることで筋肉が緩んできます。じゃあこれをね30秒行いますね。で、よーいスタート。大きくね揺らします。後ろもね、触れる方は後ろにも大きくね、振りかぶって動かしてみてください。で、この時にですね、もし痛みがある方はもう痛くない程度に動かしましょう。あとポイントはですね、ちょっと内側ねじっておく方がいいですね。外にねじっていくと筋肉ピンと緊張しますから、内側ねじった状態で動かします。はい、OK です。さあ、これでちょっとね胸開きやすくなった感じがわかるかと思うんですけども、次ミッション2つ目ですね。今度はですね、この大胸筋っていうのがこの胸のあたりから腕の骨についてるんですけども、ここずっといくとですね、この大胸筋の下に小胸筋っていう筋肉がこう縦に走ってます。ちょっとこう擦りながらいくとですね、縦に走ってる繊維があるかと思うんですけども、肩甲骨のですね、この右後突起っていう場所から肋骨に向かってついてる筋肉なんですね。で、これを縦に揺らしながらマッサージしていきます。で、この時は手をちょっと内側にねじっておきましょう。外に開くとこの大胸筋緊張してしまうので、小胸筋の方にですね手が入りにくくなりますので、内側にねじっておいてください。はい、じゃあしっかりと手を当てて縦に揺らしていきます。で、これは30秒いきます。よーいスタート。このね、上の肩甲骨の右後突起っていう近くはですね、結構触るとね痛いんですよ。例えば四十肩とか、五十肩みたいな腕が上がりにくい方はもうこの辺ガチガチなんで、痛くてもね、そういう場合は治療であればやった方がいいんですけども、今回はですね巻き肩なのでそこまで強くする必要ないです。ほんとね、痛気持ちいいぐらいで大丈夫です。はい、 OK です。さあ、これでだいぶね、こう肩が開きやすくなったんじゃないかなと思います。胸のね、大きな筋肉とその下の肩をね、こう巻き肩にする、内旋させる筋肉が緩んだんで、かなり広がりました。で、緩んだとこで今度はここの前の筋肉をストレッチかけています。で、やり方はですね、横向いて、もしこういう壁とかがあればですね、壁に手をつきます。この横向きで手をついて、もうこの時点でこの腕側がねピンと突っ張ると思うんですけども、で、もしこれで突っ張って痛い方はちょっと肘曲げてもらって OK です。そして体を横にねじります。で、このままですね、じわーっとこう伸ばすんですけども、ちょっと呼吸使った方がねしっかり伸びますので、深呼吸しながら吸って吐いたタイミングでじわーっと伸ばしていきます。じゃあこれも30秒いきます。で、いきます。よーいスタート。はい、吸って吐いて、ふーで、吐き切ったらまた吸って吐いて、
はい、もう一度吸って吐いて、はい、ラスト吸って吐いて、はい、OK です。さあどうでしょう、これでかなりね肩が後ろ引いてるの分かりますかね。でいきなりストレッチをしてもですね、前の筋肉が硬いと伸びてくれないんですけども、順番的に大きな筋肉をまず緩めて、でその下の肩をねじってる筋肉も緩めることで、このストレッチがね大いに効いてくるんですね。でここまでが前の筋肉を緩めるミッションですね。4つ目、今度は後ろ側です。後ろのこの肩こりのね筋肉、僧帽筋っていう筋肉を緩めていくんですけども、後ろ自分で手届かないですよね。でこれ以前にもね出したことあるんですけども、後ろの僧帽筋っていう緩めるねスイッチがあるんですよ。でどこにあるかって言ったらこの胸の前側、こう肋骨がちょうど鎖骨の下から第一肋骨、第二、第三、第四ってこう肋骨があると思うんですけども、この肋骨の間、肋骨の間に指をキュッと挟みます。真ん中の胸骨って骨に向かってグッグッグッと押していくんですね。でこれは今右側やってるので、まあ通常両方やった方がいいんですけども、今回ちょっと右側だけやっていきますね。もう実際触ってもらって、こう肋骨があるとしたら、肋骨と肋骨の間、この肋間っていう場所に指を当てます。で骨と骨との間ですから、おそらく触るとねへこんでる場所があるので指が入りやすくなると思うので、そこに人差し指、中指、薬指ってことで指3本入れて、この内側のね胸骨に向かってキュッキュッキュッとこう押していきましょう。ではこれも30秒いきますね。よーいスタート。できるだけ真ん中のね胸骨のキワキワのとこが特に固まってね、凝り固まってるところなので、その辺をしっかりとね、まあ、これもちょっと痛気持ちいいぐらいでやっていきましょう。これがねほんとね、後ろ触ってないのに後ろの僧帽筋がね結構緩むんですよね。はい、終了です。さあこれで前側の大きな筋肉、ちっちゃい筋肉でストレッチで伸ばして、さらに後ろの筋肉も緩んだんで、さあどうですかね、前から見た感じで左はちょっと前に引っ張られた感じあるんですけども、右がかなり後ろに引いてる感じ分かりますかね。これをするだけでもう速攻で巻き肩を改善させることができます。ただまあ長年の癖で特にきつい方はちょっと続けてね継続してやらなきゃダメな人もいると思うんですけども、大概の方これだけでもねかなり緩められますので、ぜひ試してみてください。では今回の動画のねちょっとおさらいしていきますね。ミッションやつだって、まず1つ目、まずは大胸筋ですね。この胸の大きな筋肉で、これは手を横に開いて、この脇の下からこの大胸筋をガチッとつまんで大きくね腕を振ります。こうすることで筋肉がしっかりと動かされて緩んでくるんですね。でこれを揉むとなったらね結構自分の手もしんどいと思うので、揉むんではなくてもう動かします。これがまず1つ目で、2つ目、今度は小胸筋といって、この肩甲骨の右後突起っていう場所から肋骨に向かってね縦に走ってる筋肉なんですけども、大胸筋をグッと外に持っていくと縦にねついてる筋肉が奥にあるんですけども、そこを大胸筋の上から押して縦にほぐしていきます。でこの時手はね内側にねじっておきましょう。内側にねじるとね表面の大胸筋が緩まりますので、より奥にね手が入りやすくなります。でそして今度ミッション3つ目ですね、前側の筋肉緩めたんで今度はそこを伸ばしていきます。で横向いてこう壁とかに手を当てて、で腕をしっかり伸ばしてから体をねじります。でこれで深呼吸に合わせて吸って吐いたタイミングでぐーっと伸ばしていきます。でもし手がね突っ張って痛いよっていう方は肘少し曲げてもらって大丈夫なんで、無理しないようにやっていきましょう。そして最後4つ目ですね、前側を緩めたので今度は後ろですね、後ろの僧帽筋、首から背中の肩甲骨あたりまでついてるんですけども、ちょうどチューブ繊維、真ん中の繊維が肩甲骨の中に寄せるっていう作用ありますので、そこを緩めていきます。でやり方は鎖骨の下の肋骨ですね、肋骨の間に指を当てて内側にちょうど胸骨って真ん中の胸骨に向かってマッサージしていきます。で特に骨の際をね狙ってもらうと凝り固まったところあるので、そこをね集中的にやっていきましょうっていう感じで、4つのミッションで前と後ろ緩めて巻き肩を速攻取っていくっていう動画です。今回動画をねしっかり続けてもらうことで、あなたの巻き肩もきっとね取りやすくなります。ただし手を前で使うことが多いですから、ね、やってもまたその後に手を使うとまた巻き肩戻っちゃうんですね。だから要するに使ったらリセットするってことを日々やっていかなきゃいけないので、まあ、歯磨きみたいにご飯を食べたら歯を磨くと同じで、手を使ったら手を戻すっていうことが絶対必要になってきます。ですのでもうこれはもう反復的にもうずっとね手を使ってる以上はやらなきゃいけないことなので、肩こりがひどくなって巻き肩ひどくなる前にもね
しっかり自分でケア予防してください。で、今回動画を見てね、いいなと思った方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。小川慎でした。